久保さん。いやー、山戸くんすごいですね。一切でも稼げる。<laughs> いや、あのー、なんだろうな。あのー、情報の価値にしましょうか、今回。あの、情報の価値って、まあ、今、アンケート集計終わりまして、全部見てたんですけど、昨日でね、プレゼント終わりまして、まあ、その、まあ、結構あったのが、まあ、いっぱいいろいろあったんですけど、まあ、その、 まあ自分の商品が売れんのか売れないのか、こんな自分でもいけんのかいけないのかっていうね。要は自分の価値を自分で決めてるっていうね。うん。ナイトライダーの価値って誰が決めてるんですかその値段の部分ですよね。市場で。久保さんがいくらね、いや、俺はナイトライダー1億の価値があるっつってもね、市場で1億で売られてないですよね、ナイトライダー。どうすかね。10億で売られてますか 久保さんが100億の価値だみたいに言ったとしても、じゃ市場で中古カーセンサー見たときに、ナイトライダー10億で値札ついてます。ついてないですよ。どうですかね。だから結局、市場が価値を決めるわけで、自分で価値を決めるわけじゃないですよ。ピカソの絵とか、モナリザの絵とか、そういうのも、別にその市場が価値を決めてるわけですよね。わかります、まあ、久保さんがやってるね、仮想通貨。 暗号通貨に関しても誰が価値決めてるんですか市場ですよ。市場の感情がね、もはや、もはや仮想通貨なんかはまあ市場の感情ですよ。まあほとんど市場の感情で価値をつ,使ってるつけてるやつが結構多いんですけどね。うん、特に絵とか、車とか、うん、中古車とかですね、あとあのブリキのおもちゃとか、なんかいろいろありますけど。 だからメルカリとかでも、その、スタバのゴミ袋、スタバのゴミ袋が売れたりとか、なんか海辺のね、樹木、樹木が売れたりとか、拾ってきた樹木がね、こうメルカリで、なんか検索してメルカリで意外なものみたいなね、検索すると、こんなの売れんだみたいな。だから昔、そのトイレットペーパーの芯を集めてる人もいたりとか、ね。<laughs> なんかその、いろいろ価値があるわけですよ。 だから、そのトイレットペーパーの芯を集めてる人からすると、その、なんだ、トイレットペーパーのこのプレミアムの芯に対して1万円の価値があると思って1万円出すかもしれないですよね。でも、自分ではただのトイレットペーパーの芯なんですよね。うんだこの前、マツコ・デラックスのなんか番組だったかな。なんかその、 そのタイルタイルだったかななんかタイルマニアみたいを見て、そのなんか、このタイルはいいんですみたいな,な。床マニアかな床マニア <laughs>。床、すごいいいんですみたいなね <laughs>。なんか言ったような気がするんですけど。な価値なんかは、あの、わかんないです。まあ自分の価値と市場の価値っていうね、これ自分の価値と市場の価値でいいかな。だここがずれてるっていうことに気づかないとダメですね。もちろん自分の価値を、 美化して満足。それも OK なんですよ。ただビジネスをやる場合は市場の価値を知らないといけないですよね。わかりますだから中古屋さんやってるとするじゃないですか。で、中古戦やってて、じゃあ、久保さんが中古屋さんをやってました。で、ナイトライダーに対して自分の価値をつけて売ってました。じゃそれが100億円だと。じゃ100億の値札をつけて、じゃあそれがビジネスとして回るのか。多分売れないですよ、100億じゃ。さすがに。ね 1>, ま1億だったらどうすかねわかんないですけどね。100億までいくとね、まあ、ちょっと極端な、分かりやすく極端な例で今言ってますけど、だからある程度相場があるわけですよ。相場っていうのが市場の相場だったりとか。だからそういうのも、うーん、完備しないと、あの難しいかなというところで。だから自分の価値と市場の価値が、これは一緒ではないと。イコールではないということに気づくことですね。ビジネスをやるんだったら。あと、情報発信するんだったらですね。 自分が大したことのない情,あの情報だなと思っても、他人にとってはすごくありがたい情報だったりするわけですよ。例えば、うん自分が何気なく、ね、スマホの LINE を使ってるとするじゃないですか。ね、だけど、その,の LINE のやり方をじゃあ情報発信するとするじゃないですか。LINE を今からやるおじいちゃん、おばあちゃん、LINE 使ったことがない、スマホ使ったことがない。 っていう人からすると、すごくその情報は価値があるんですよね。で、この前、ブログにも書いたんですけど、おばさんの自動車保険ね。なんか自動車保険って今、ネットから申し込むと、ほぼ割引になるじゃないですか。で、そのおばさんは、タクロアーちょっとあの、ちょっとやっといてくれ、みたいなね <laughs>。言われて、やったんですけど、あの、なんだ、オチ、オチはできなかったんですけど <laughs>。 なんか、その、おばさんが使ってるね、楽ォンみたいなね。全然楽じゃないんですよ。<laughs> なやね、これ。もう、コピペができない、まず <laughs>。コピペどうやってすんのみたいな。僕、iPhone 歴10年ぐらいなんですけど、Android 使ったことないし、その、楽ォンなんか使ったことないですよ。だから、まず、その、そのスマホの操作方法がよくわかんないみたいなね <laughs>。まあ、最終的に10年以上ネットビジネスやってるけど、その、ネットにずっと関わっててね、僕も自動車保険はネットから更新ずっとしてますけど、 できなかったっていうね。まあ、それを置いときまして。まあ、そのおばさんからすると、そのね、自動車保険を更新するっていうことの、そのやり方ですね。どこをクリックしてどういうふうに進むのかっていうのが分かんないわけですよ。で、そこに価値があるわけですよね。分かります。だから、なんだろうな。うーん、だから、これは発信してみないと、やっぱ、発信して、あ、こういう動画も回るんだなと。だ久保さんの例でも言うと、 1>, 1年前の動画でもコメントつくんだなっていう自分で経験をしないと、つまり1年前やった労働が未だに見られてるんだなっていう経験をしない限り難しいかなと思いますね。うん、だ小さい結果を出して、あこんなんでも価値があるんだっていうのを気づくっていうことですね。う だ昨日もね、ぼやき動画みたいなのね、アップして、僕、ぼやきシリーズで、まあ、最近ちょいちょいたまに撮ったりするんですけど、それはもう結局、その、また反応があったんですけど、ぼやき見ました、みたいなね。ぼやきですよ、ただの。タイトルぼやき。なんの SEU もないですよね。<laughs> でも見、見る人は見るわけですよ、ぼやきで。まあ、それはもう僕がいっぱい発信して、まあ、ファンの方がいるっていうのもあるんですけど、だからまあ、 久保さんもね、もう、もはやな、な何のタイトルでもゼロはないですね、多分ね、久保さんね、<laughs> 久保さん <laughs>。そう。だからこれも、今までファンじゃなかったら、ね、ぼやきに関しては、うん、見る価値がないと思ってたかもしれないけど、僕のファンになった瞬間に、ぼやき、何吉谷さんぼやくんだろうっていう価値が出るわけですよ。だからこれも価値変動があるわけですよね。 面白いですよね今までは価値はその動画に対してのメリットを感じなかったし価値を感じなかったけどファンになっていくにつれて何ぼやいたんだろうみたいな見たくなるわけですよねこれ面白くないですか, <laughs> だから結局はやっぱねあの発信しないと自ら行動して自ら結果を得ない限り一生わからないってことですわかんないですようんそうだからいつまでたっても 本当に自分でもできるのかなとか、自分の情報に価値はあるのかなとか、自分の商品は売れるのかなというところですよ。うんまあ、そのジレンマから抜け出せないですよね。やらない限り。<coughs> なんで、まあ、いろいろテストしてやってみるっていうことは大事だと思いますけどね。うん。それをやらない限り、前には進まないですね。うん。 だから、その、じ、あの、変、あの、アインシュタインのね、変形のコレクションだみたいなね、常識とは変形のコレクションだと。うん。だから、自分の常識は自分で結構作ってる部分があ,あるんで。うん。だから、自分っていう人間は、だから、これポイントで久保さんもあると思うんですけど、自分じゃないんですよね。なんか、自分っていう人間をプロデュースしてるみたいな。だから、久保さんが、なんだろうな、あの、うん いろんなね、服装を着たりとか、未だにできる動画撮れるわけですよ。それは自分というものを主人公にして、うんその自分をプロデュースするみたいなね。だから自分がやってるようで自分をプロデュースするって、まあちょっとこれ難しい、伝え方難しいんですけど、だから自分じゃないですよね。<laughs> そう。自分であり自分じゃない。自分じゃないけど自分であるみたいな。これちょっとニュアンス難しいですけど。 だそれがまあ情報発信をしていく上でビジネスをしていく上で大事だと。要は自分がやりたくなかったとしても市場にニーズがあるんだったらそれはビジネスとしてやるべきなんですよ。例えば仕事でもそうなんですけど、ね、自分がやりたい仕事だけやってたら無理ですよ。 まあもちろん、その自分がやりたい仕事と市場がマッチングイコールになった場合は、ラッキーな人はね、いける部分あるんですよ。ただし、全員がラッキーではないですよ。自分がやりたいことと市場のニーズがマッチングしていなかったら、結局、絶対無理なんで。うん。だから、仕事っていうのは、例えば、上司からね、言われた仕事、いや、そのじょ上司、ちょっとその仕事僕嫌いなんですけど、いや、その上司、あの、その仕事僕嫌いなんですよ。って言い続けてたら、クビになるでしょ。 どう考えても <laughs>。そもそも、あのー、嫌なことでもやるのが仕事ですから。うん。だから、まあ、その、市場のニーズと自分、あ、なんだ、まあ、いろいろ言いましたけど、そこをしっかりとね、考えないといけないですね。そういうのがあるよっていう。うん。まあ、やらないと、まあ、わかんないですね。いくらい言っても。いってらっしゃい。